どうも皆さんこんにちは、白滝でございます。ということで今回も大聖巨人軍を復活させる物語やっていきたいと思います。はい、ということで現在3月の24日中日戦、いやということでね、2028年シーズンが開幕したんですけれども、今回で9年目ですね。はい、いやもうこんなにやったかって感じなんですけどね、もうパート140も超えてね、はい、まあ、パートてか10年目がね一区切りだと個人的に思ってるので、まあ、ここら辺でねちょっと頑張っていけたらなと思ってます。はい、そして今回ね中日が相手なんですけれども、前のシーズンでね結構苦手意識があったので、この開幕戦でね、まあ、華々しい勝利を飾って苦手意識を吹っ飛ばせたらなと思います。さあ、ということでメンバー見ていきましょう。いや開幕はね堀野くんでいこうかなとね、やっぱり若手に託したいですね、生え抜きだし。はい、そして2番手にはタイトルホルダー田口さんですね。最高勝率を取りました。いや最多勝とね最優秀防御率惜しかったんですよね、両方とも2位だったんですよ。まあ今年期待ですね。そして原田さんですね。はい、まあ本当ね毎年なんか規定に乗らない程度で5勝ぐらいするってイメージなので、今年は規定に乗った上で10勝を目指してほしいかなと。そして FA で取りました山本由伸さんですね。初めての FA 選手かな、多分この大正義シリーズね。一応高梨さんを取りに行ったことはあったんですけど失敗したんですよね。はい、まあなので山本さんにはまあエース級の活躍を期待したいですね。そして高橋さんね、去年中継ぎから先発に転向して頑張ってもらいました。今年も期待してます。そして細見さんですね、毎年期待してるっつってるんですけどそこで終わるんですよね。もう期待してるからにはやっぱ活躍してほしいなと、今年こそね。さあ、そして中継ぎ堀池さん、大江さん、三村さん、山森さん、そして新外国人スナイダーですね。はい、そして太田さん、毎年100イニング近く投げてるんですか、1回100イニング投げましたけどね。さあ、そして中川さんですね、もうキングって感じですね、支配者って感じです。もうそれぐらい圧倒的この人は。さあ、そして野手の方ですね、まあ、野手はあんま変わってないかな。1番に勝見さんです、いつも通りですね。はい、もう勝見さんが1番に固定されるようになったというだけで嬉しい。そして最多安打と最多盗塁か取りましたね、もう理想の1番ですね。さあ、そして2番大山さんですね、今年こそ2割後半打ってください。毎年2割3分、2割2分、2割4分のどれかなんでね。はい、そしてデュークですね、あ1年目ちょっとひどかったけど2年目で一気に上げてきましたね。今年3年目なんでもう3割30本期待します。そして岡本さん、去年は2冠でしたかね、はい、まあ、今年は3冠王かな。ね、はい、いや、そしてね背番号7なんですけれどもね、後で書いときます。背番号後で書いとくんで安心してください。そしてエドモンドさんですね、はい、まあ去年4億円できましたけどちょっと減俸しましたがね、今年も期待。そしてハンセンですね、今日6番にハンセン置きました。はい、まあちょっとそっちの方がいいかなっていう。まあちょっとエドモンド足早いから、ちょっとそれでね、ちょっと足早い人上に置きたいなって感じで。そして7番に城島さんです。はい、去年ちょっと期待外れでしたね。年老いた坂本さんのが全然打てた。そして山瀬さんです。はい、以上、これが開幕スタメンでございます。さあ、ということでね、相手ピッチャーは笠原さんですね。いや、打てるから笠原さんに前抑え込まれた記憶あるんだけど。はい、そしてエドモンド絶不調か。頼むわ、本当に。で、城島さんも絶不調っていうね。絶不調っていうね、はい、まあ、よもかしさん使うのもありかなって感じなんですけどね、まあ、このままでいきますか、開幕だしね。さあ、堀野さん期待してます。さあ、中日ドラゴンズ対読売ジャイアンツやっていきましょう。今年ももちろん狙うは優勝なんでね、頑張っていきたいですね。はい、いや、どうだろうね、笠原さん打てる気しねえわ。いや、開幕戦なごどなんだ、つうか A クラスずっといるからさ、基本的に開幕はね、本拠地のはずなんだけどね。さあ、行きましょう、勝美さん、もう打っちゃおうぜ。あー、そっちに打っちゃったか、流し打ち指定だしさ、アウトコースヒッターだし、相手が外角構えたから、できれば流してほしかったね。あー、ダメか、まあ、ちょっと序盤苦戦しそうだな、笠原さん相手に。さあ、そしてここで迎えるはデューク。さあ、一発目頼むよ。あー、まあ初回はいつも通りって感じか、まあ、2回に期待ですね。一番期待したいのはね、巨人最高年俸になった岡本さんですかね。さあ、堀野さん頼むよ。去年 3.94 7勝1敗だっけね。初っ端から粘られて、初っ端から打たれたね。そしてちょっと名古屋でハンセンはちょっとやばすぎるな。名古屋でハンセンはちょっと危険だね。さあ、初っ端から粘られ打たれたね。嘘でしょ、入んのそれ、嘘は、マジか、ハッチしちゃったわ。
投げました。打ちました、いい当たり。え、どうした今年。今年打たれるとしか、なんか監督試合って1年ごとに一気に変わるからな。次は5球目。え、嘘でしょ嘘でしょ。え、こんな打たれることある。 99.9 じゃん。よし、 OK、 片桐さんありがとう、優しい。嘘っしょ、こんなことあるの。なんかさ、本当監督試合って打たれるだけ打たれて打てないってパターンだからね、辛いんだよな。これで多分応戦してくれればいいんだけどさ、応戦しない可能性の方がね 99% 高いんで悲しい。いやでも岡本さんがここでね応戦するはずだから、まあ見とけって。何が辛いって、一切さ、なんか止まる気配なく、カキン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 で4点取られたことだよね。何なんだろうねあれね。なんか突発的に打つよな。栄冠ナインもそうだけどきついな。結構初っ端から初っ端からちょっと辛いもの見せられた。サイドモンド絶不調ですが、いきましょう。早いうち使っていこう。いける。まあ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 、本当はちょっと長打欲しかったけど仕方ない。さあ皆さん、お待たせしました。40本100打点打ったハンセン君です。しかし併殺持ちです。あー、さあジョージマスター見ていけかな。ここはあー、ふい、そのままベースを踏んで3アウト。一発勝負でギリギリのヒット1本ってのつらいね。よし、 OK。 いやちょっと初回あそこはねパコンパコンされると思わなかったね。まあ、開幕戦打ち込まれるってたまにある方の、エースでもあることだから仕方ないっちゃ仕方ないが、そしてショート取り行け、ショートもっとベースカバー早く入りに行くかさ、ショートさん。よし、 OK。初回のあれ何だったんだろうね。なんかすごいさ、なんかパワープロ特有のさ、スイングと打球が合ってない感じすごかったよね。 なんかこういう感じで差し込まれた、 今みたいな打ち方でさ、打球が槍のようにパーンって飛んでくからさ、ちょっと気になる方はちょっと巻き戻してみてほしいんですけど、マジそんな感じだったよね。ナイバチョケ、山瀬さん地味に打ってそうだよな監督試合で。さあ送りバント、まだ可能性はある。よし、 OK。 日本シリーズで山瀬さんがバント失敗したからな、マジでいいイメージないんだよな。ダメか、勝見さん引っ張りで打つイメージないから流し打ちにするんだけどな。まあ、セオリーは絶対なんか引っ張りなのはそうなんだけど。さあ次の回期待ですね。さあ堀野さん、とりあえずここからあと3イニング4イニング投げれれば最低限って感じかな。采配当ててもこれだから本当つらいんだよな。本当采配って関係ねえもんな。厳しいっすね。さあ内角勝負。アウトコースヒッターだからいけるかなって思ったんですけどね、いけませんでしたね。堀野頑張れ、男にはな、やらなきゃいけない時もあるんだ、嫌なこと。多分ここから3本で抑えると思う。あのパワープロって突発的に打った後急に沈むはずだから、多分ここから3本する、多分間違いなく。さあそしてあと1人頑張ろう。よし、お疲れ様。 OK。あのさ、初回と3回同じでしょ、あの突発的に打って突発的に沈むんですよ確かさ、初回もさ4点ってさ、連打からのホームランだったよね。でそこから3アウトって感じだった気がするんだけど、今もそうだったね。いやまさかここまで打たれるとは。さあ岡本さん行きましょうか。7点取られたってことはこっちも取れる可能性はあるってことだ。入れ入れ、くそ東京ドームなら、と思ったが東京ドームでも無理だな。そしてシングルか、これ一発勝負がシングルにしかなんないのが一番辛いよね。サイドモンド頼むわ。それどうにかなんないかな、その引っ掛ける感じ。引っ張りやると絶対外角構えられて絶対引っ掛けるしかないから流し打ちを押すんだけど、流し打ちを押した時に限って大体内角押される、あの内角構えられるんだよね。だから厳しいんだよな。なんか心理戦というより単純にコンピューターのさじ加減だからな、監督試合は難しい。さあ堀野頑張れさっきお疲れ様ってったけどさ、ちょっと、まあ、下位から始まるしいけるかなと思ったんだよ。いやもう違う、この回ちょっと開幕戦で中継ぎ国士はさすがにいけないと思うから頑張って。勝見これはハンセンが悪い、うん、
地を広げてしまいました。よし、オッケー。空振り三振。堀のナイスピッチング。ここまで2安打の郡司、打った痛烈な当たり、抜けた。これ完全にさ、ファンからさ、化けの皮剥がれたって言われそうと思ったけど、2年連続でまあまあ投げてんだよな、堀野は。2年連続で80イニングぐらい投げてるはずなんで、堀野自体は。うーん、今年こんなから始まるか。ヒーリー打ちまくりじゃね、ヒーリーなんか嫌い、堀野のこと。堀野なんか嫌われてる、中日に。タイピン B なはずなんだけどな、勝ち運持ちなはずなんだけどな、打線も打たねえしな。頑張れ、体力尽きるまで投げよう。よし、 OK、 あと1人、あと1人、もうあと1人で終わるから。つか待って、開幕戦だよね今。開幕戦なんだよね。右下見てほしいんだけど、基本塁打4になってんだよ。開幕戦だけだよ投げてんの。マジか。よし、ん、いや勝見は大丈夫、勝見は守備範囲は問題ない。 OK、 さあこの回までだね、堀野さんお疲れ様です。さあ頑張っていきましょう。さあ城島頼む、頼むはドラフト1、社会人ルーキー。なんとまあピッチャーを助けようという気持ちはと思ったけど、9点取られたらさすがに打線もあれか、やる気なくなるか。敵地でよかったね、本拠地開幕戦でこれはマジでやばかった。まあ今日に関しては名古屋ドームのファンを喜ばせるだけという結果ですが、代打、ね、代打誰がいいかな。宮下さん行くかと思ったけど、まあ、足使える外野いなくなるんだよな。ダイナマイト慎吾さんかな、ちょっと序盤すぎるけど使うには。ちょっとさ、意地を見せてほしい、代打の神様の。おいいね、でもシングルかな。いやでも石川さん足早い。よし、 OK、 初めてのツーベースかな。いいね。さあ勝見さんで使うか、一発勝負。ないバッチでも帰ってこれないんだろうな。一発勝負全部単打か、まあ、打てないよりマシなんだけど全然ね。単打単打単打のが、青山さん打てるかな。あー、与田さん無慈悲。京田さんがエラーするわけねえもん。さあ4点0点3点2点というとんでもない攻撃されてますが、こちらもヒット5本は打ってます。さあ石川さんに変えて、堀池さんかな、ロングリリーフ。さあ堀池さんはさすがに大丈夫じゃ、絶好調らしい。ナイスチェンジアップ、いいね今のチェンジアップ。ほんとブレーキしてたね、ブレーキングボールって感じで。いいじゃん、素晴らしい。堀池さんは基本的にロングリリーフいけるからな。先ほどさんめっちゃ打ってるけどどうでしょうか。そこのコース怖いな、ほら そこまで行くと打たれやすいっていう。さあ外角勝負いきましょう。よし、あ待てよ、あよかった、城島さん守備は悪くないからね、うん、さあここのクリーンナップもちろんちょっと夢を見させてくれるんじゃないかなとね。345ですよ、億超えの人です。さあそして6億超え、6億2000万でしたっけね、いや松井秀喜さん超え、素晴らしい。さああと8点差だ、追いつくぞ。現実で開幕戦0対9から1対9になったらどんな雰囲気になるんだろうね。さあもうリプレイすらないっていう。さあエドモンドも続いてくんねえかな、でも絶好調だもん、絶不調だもんな。おあーダメか、よく見る監督試合で非常によく見る。来た、内角構えていける。あーなんで流すかな、そういう時に限って。さあ堀池も全イニング投げてほしいレベルなんだけど、もう全球投げてほしい、全イニング。うそーん、相手軽く飛ばしすぎでしょ。これ去年3位のチームじゃねえだろこれ、やべえな。あー1番もう10割2本って、おいおい、ちょっと待って、中日ファン荒れるぜこれ。中日ファン絶対荒れるって。あリプレイないのか、デッドボールの。絶対荒れるよね中日ファンね。だってさ、ホームランホームランヒットの人に対してデッドボールぶち当てるとか、完全にもうさね、つかこれさ、あルーキー、ルーキーってか新、あこれあれか、新外国人か、これもうファン大喜びでしょ。新外国人でさ、開幕戦2打席連続ホームランとかやった人、もうこんなんもうポジるどころの話じゃないさ。とりあえず堀池さん頑張れ。 OK、 さあここでゲッツー取るのが理想だね。さあ亀岡を抑えることはできるか。ナイスボール。さあこの回までだな堀池さんは。チェンジアップ、なぜストレート勝負と思ったら初球だから仕方ないか、まあ、チェンジアップは決め球だもんな、どう考えても。いいね、
さあ城島さん、大藤島来たね、藤島さん。あ、はい、パワー負けしてる。さあ山瀬さん、見ていけ、連続見ていけ。山瀬さんって見ていけの時本当に見ていくか、だいたいなんか 初球振っちゃうイメージある、イメージですけど、あくまで。さあ山瀬さん行きましょう、一発勝負。ついに一発勝負でヒットが出なかった。一発勝負でヒットが出ませんでしたね。さあ誰ですか、ちょっとスナイダー使ってみる、新外国人。あー、いやでもな、ロングリリーフだよな。スタミナ的に大江さんなんだ時やっぱスナイダーさんからちょっと助っ人使ってみたいね。さあ新外国人スナイダー、どんなピッチングを見せるのか。 OK ナイスボール。さあ内角勝負いきましょう、藤島さん打てるもんな。はい OK。おいはい。危ねえ、正面でよかった。さあ勝美さん、えー、へい、触れ触れないかい、振ってほしかったね正直。今のは見逃したくて見逃し三振してるわけじゃないんだろうけど、うん、ちょっとやっぱ振ってほしいなって気持ちが出ちゃうね。なかなかデュークローボールヒッターを生かせないな。さあじゃあピッチャー変えましょうか。スナイダー軽い球持ちなのがちょっと怖いですね。さあ三村、なんか毎年4点台なんだよな、今年こそちょっと覚醒してほしいけど、いや今年こそ3点台いってほしい。なんかない、大体なんかさ打たれてるイメージある三村は。ホームラン打たれそう、あ打たれない、大丈夫、ホームラン打たれそうだけどな、この回なんかヒーリーあたりに打たれそうだな。デューク、もうヒーリー全打席出塁じゃん。ホームラン、ホームラン、ヒット、デッドボール、ツーベースってやばすぎんだろこいつ。まあ、ホームランじゃないからいっか、まあ、東京ドームでもさすがに入んねえだろうけど、あ嫌な予感する。当たり、当てすぎ、これ多分中日ファンめっちゃブチ切れるぞ。 OK、 主力にぶつけるだけぶつけていくスタイルね、これ絶対怒るよ中日ファン。さあ行きましょう、岡本さん一発勝負、もう2本目狙おう、もう2本目狙っちゃおう。あーヒーリー多分三冠王争いの中で間違いなくね絶対出てくる相手だよ。あーもうバットに当たんない。さあ反戦頼む。はい、ということで皆さんもご視聴ありがとうございました、開幕戦1対9まあ勝てませんでしたがね、まあ開幕戦あくまでね最初143試合のうち1試合なんで、はい、開き直りましょう。まあ、ここから勝てばいい話ですからね、なんならここから142連勝すればいい話なんで、まあ、不可能なんですが、まあ、ということで終わりにします。チャンネル登録高評価してない方がいたらぜひともクリックよろしくお願いいたします。そしてツイッターのリンク概要欄に貼ってあります、ぜひともツイッターのフォローよろしくお願いいたします。このヒーリーってやつバケモンすぎるね。ではお疲れ様です、さよなら。9対1ジャイアンツ残念ながら敗れました。